新着探しだより。こんにちは、まほろです。今日も探しのイベントや取り組みなど皆様に役立つ情報をお届けします。皆さん、毎日暑い中お仕事やお勉強お疲れ様です。今日はそんな皆さんに朗報、第3回探し街中バルのお知らせです。バルとはスペイン語でバーに由来し、スペインの街のどこにでもある気軽に立ち寄れるお店のことを言います。探しでは第3回探し街中バルとして街歩きイベントを開催します。約100件の参加店舗が提供するバルメニューを堪能して店舗をはしごできるんですよ。飲んだり食べたりするだけでなく、物販やマッサージのお店もあります。この機会に街中の魅力あるお店を発見してみませんか。開催期間は平成25年11月2日と3日の2日間。チケットは1冊5枚綴りで、前売り3000円、当日3500円です。なお、期間中に使えなかったチケットは後バル参加店舗で1枚600円の金券として利用可能です。前売りチケットは販売中、平成25年11月1日まで販売しています。販売場所は佐賀駅観光案内所、佐賀駅バスセンター、佐賀市立体育館、勤労者体育館、佐賀町中バル参加店舗などです。またインターネットでのチケット予約も受け付けております。お問い合わせは佐賀市町中バル実行委員会、電話 0952-22-7340 まで。またホームページは佐賀市町中バルで検索。お酒を飲めなくても佐賀の街が活気づく楽しそうなイベントですよね。以上、新着探しだよりでした。